この10年間、苦しかったこと、辛かったこと、悲しかったこと、切なかったこと、そして諦めなければならなかったこと、それは多々ありました。でも、今日こうやってこの良き日にここに立てて、10周年を祝うことができまして、それで平式の言葉が言えるということは、42人の利用者の笑顔と、保護者の皆様のよかった、嬉しかったというお声と、それから利用者を支えて働いてくださった職員のお力と、それから地域の皆様、そして西和賀町のお力添え、たくさんのご支援をいただきました。おかげさまでございました。さらにとっても嬉しいことは、250名のふるさと宅急便の会員の皆様、そして同じような数のサポーターの皆様、
この方々は影になり、日に当たり、日に、間違えちゃったかな、あちこちから温かい眼差しで見ていてくださいました。そして物心ともにお支えいただきました。皆様のこういうふうな温かいご支援、お支えがなければ今日のこの良き日を迎えることができませんでした。何よりもこれまでの10年本当にありがとうございました。そしてさらなるこれからの10年に向けても、私たちワークステーションは力を一つにして前に進みたいと思います。チャレンジしてまいります。これまで同様よろしくご支援をお願いいたしまして、閉会の言葉といたします。ありがとうございました。